皆さんどうもこんにちは、シュメルです。今回はね、iPhone SE2 用のアクセサリーを Amazon で購入したので、そのレビューをしていきたいなと思います。で、購入したのは保護フィルムで保護ガラス、そしてケースになるんですけれども、まずフィルムに関してはね、ラスタバナナという会社のもので、iPhone 8用のものになりますので、SE2 用のものは購入していないんですね。で、ガラスに関してはですね、これは iPhone SE2 専用のものを購入していてですね、1ンロックという、まあ、比較的結構、まあ、 性能がいいところで有名なものを買いました。で、ESR というケースのものをですね、こちらがクリアケースのものを購入して、こちらはね、iPhone8 用のものなので、SE2 用のものではないんですけれども、まあ、全く問題なく使えると思います。それではね、こちらの保護フィルムから貼って使っていきたいなと思います。こちらのね、ラスタンバナナの保護フィルムですね、光沢仕様のものを使って3日ほど経った乾燥になるんですけれども、まあ、予想以上にですね、品質が良くて満足度はめちゃくちゃ高いです。 iPhone 用の、ね、設計ではあるんですけれども、まあ、フィルム版ですね、ガラスではなくてフィルム版なので、このように、ね、あの見えるかな、縁が浮くっていうことはまずありません。ですので、その辺の心配は、ね、一切ありませんので、それを、ね、まず伝えたいと思います。で、フィルムの、ね、感触もですね、正直ながら全く安っぽさがなくてですね、まあ、僕が今まで使ったフィルムの中では一番の質感かなという感じで、しかもね、あのメーカーの宣伝通りですね、指紋がつきにくい。 光タイプフィルムと書いてるんですけれどもそれもねあのちゃんとそうだと思いますあのあんまりね指紋が目立たないようなその、まあ、設計というか、まあ、フィルムになっていますんでこの辺もね満足度が高い一つの理由になりますで一応ですけれども、まあ、僕は使ってはいないんですけれども こちらのね。カメラレンズ用のフィルムも付いているので、まつ、あ、けたい人はね。保護することは可能です。ただね、一応2点だけね。注意点があります。あの不満点ではないんですけど、注意する点がありまして、まずね。1つ目はあのフィルムのね。横幅がですね。もう本当に画面と本当に全く同じサイズまあ、幅しかないので。 ちょっとでもずれるとですね、ほんのわずかながら、ディスプレイを覆っていない部分っていうのが出てくるんですよね。で、僕の場合もね、ほんのわずかだけね、あの、0. 何ミリぐらいずれてるんですけれども、見えるかなまあ、ちょっと見えないかもしれませんけども、なので、こう、貼るときっていうのは、すごいね、慎重にする必要があるので、神経質な人っていうにはね、ちょっと向かないかもしれません。ちょっとね、余裕のある、そのフィルムの幅、面積ではないんですね。で、2点目はですね、あの、上下と、 あの下部にねフィルムが分かれているので貼る時にちょっと見えますかねあのこんな感じでですね今ちょっと諸線のものが入ってるっていうのが分かりますかねこれはあのフィルムを貼る時にですねこんな感じでこう剥がす時にですねこう上下の部分と下部の部分っていうのに分かれるんですよねでその線の,そのまあ えー、分かれ目っていうのがここになるんですね。なのでめちゃくちゃね、まあほとんどね、こう電源をつけるとね、まあディスプレイで全く見えなくなりますから問題ないんですけども、ちょっと神経質な人っていうのはもしかしたら気になるかもしれません。それだけですね。まあ僕は個人的にはこれがね、500円弱で買ったんですけれども、本当に満足度は僕はめちゃくちゃ高いのでおすすめできますね。 次はですねこちらのワン六製の保護ガラスを使って2日ほど経った感想になるんですけれども貼った直後はですね品質はね文句なしに素晴らしいというふうにねほとんどの人がわかると思いますで特にこのガラスのすべすべ感っていうか質感ですねこれは今までにない感触なのでかなりね品質のいいガラスを使ってるんじゃないかと思いますしであの縁のねこの浮きがねあの空気が入ってくるっていうこともまあ 見見えませんあの見えままませせんんと言いますでなぜねそう思うのかというとあの黒縁のフレームですからこう実際にね本当にどうなってるかっていうのがわ、まあ、からないんですよね。で残念ながらねこれは僕の一末の不安であったんですけれどもそれは現実になったんじゃないかなと思います。まあ、どういう意味かというとここにですね近接センサーと環境光センサーっていうねあのセンサーがあるんですね。まあ、どういった役割をするかっていうのはちょっと今回説明しませんけれどもこれねちょっとうまく見えますかね。 あの見えない場合はちょっと写真でやりますけれどもここにねちょっとほが入っているのが見えますかね、まあ、ちょっと汚らしいんですけれどもまあこれはねどういうことを意味するかというと僕がね貼った直後っていうのは当然こうアルコールで拭いてこう拭き取ってますから何も入ってないんですよね。でこれはあのポケットとかに入れてると、まあ、小さいほこりがねこう入ってきてしまうんですよね。つまり入ってくるということは何らかの隙間が 浮いちゃってるってことなんですよね。で、まあ残念ながらね、こう黒縁のフレームですから、本当に浮いてるかどうかっていうのはわかりませんけれども、まああくまで僕が使っているこの、まあ個体に関しては、そういった状況が るるんんじじゃゃゃななないいいいいののといううね浮ちって疑惑は正直ながらあります今のがね、残念な点の一つに数えられて、あとね、注意点が二つあります。で、まず一点目はですね、ガラスがですね、まあ、結構分厚いので、もしかしたらね、人によってはこの分厚さが気になるかもしれません。まあね、保護する上ではね、まあ、分厚いっていうのはいいかなと思います。で、さらにですね、このクリアケースとか、まあ他のね、何でもケースいいんですけれども、ケースをつけると場合によってはですね、 ケースよりもう2点目はですねあの外枠がね黒縁のデザインですのでこれが影響してですねその実際のディスプレイよりも表示画面の面積っていうのがね少しほんのわずかなんですけども小さくなりますこれがね気になる人はなるかもしれません僕はねそこまで神経質な方ではないと思うんですけど僕でさえもね、まあ、ちょっと狭まりすぎなんじゃないかなっていうのが あるんですよね。なのでこれはね。気になる人は？ ちょっと気になってしまうかもしれません。なので、これがね、あのー、まあ僕にとって少しマイナスな評価になってしまうかなと思います。まあ黒縁のデザインなのでね、仕方ないんですけれども、まあその場合はね、透明のデザインの方を買った方がいいかなと思います。それでですね、こちらのワンロック社製の保護ガラスと、まあ前に使っていたこの保護フィルムですね、ラスタバナナ社製のものと比べて、どちらの方がね、僕が満足度が高かったかというと、まあこっちになりますね。なので、個人的にはね、こちらの iPhone8 用の にははははなりまますすすけど僕僕ねねここっっっちちのの方が僕は満足度は高かったですのでこちらは、ね、自信を持っておすすめします次はですねこちらの ESR のクリアケースを使って1週間経ったレビューですけれどもこれに関してはですね一番のがっかり商品ですあの絶対におすすめしないケースと言えますね正直ながらねこの程度であれば100均のクリアケースにちょっと毛が生えたぐらいのクオリティですからそれならね100均の方がマシですあの100均との違いはですねこちらの電源ボタンですとか 音量のの上げ下げ下ボタンにですね、カバーがされている程度で、まあ、100均の場合はねくり抜かれているのでその辺がねむき出し状態っていうぐらいの違いでですね でま,あ忘れてましたね、あとはカメラの部分のところに少しね加工が施されている程度でそれ以外はねキャンドゥで買ったクリアケースを指してね正直差はあるとは僕は思いませんあの角の部分とかにねクッション性の何かがこう施されてるっていう感じも正直ありませんしあの素材もですね100均のものと比べればねほんのわずかにちょっと硬いかなっていうぐらいでですね本当に僕がね予想してたこうシュピゲンで購入したこのクリアのケース ケースのようにですねしっかりしたこう TPU 素材のものが使われてるというのはね正直思いませんのでちゃんとしたねクリアケースを購入を考えてるのであればシピゲンのねやつを購入した方が僕はいいと思いますまあ、ですので僕はね ESR のものを購入するのであればこのね100均のクオリティのクリアケースで十分だと言っておきたいと思います。 以上がね、今回 Amazon で購入した iPhone SE のね、第二世代用のアクセサリーのレビューになるんですけれども、この中でね、本当に自信を持ってお勧めできるのはですね、このラスターバナナ社製の iPhone8 用の保護フィルムですね、これ500円ぐらいでした。で、まあ正直ながらね、これら以外は、 まあちょっとね、自信を持ってお勧めするレベルではないかなという感じですね。一応ね、今回 Amazon で購入したものと、以前ね、100均で購入したアクセサリーを考慮に入れて、ベストな組み合わせを考えると、こちらね、ラスタバナナ社製のフィルムと、こちらの c a n d o で購入したクリアケースのものがですね、この組み合わせが一番安くて、まあ一番まあコスパのいい組み合わせじゃないかなと僕は思います。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。